我らは自分の現実を操る現実に生きている。すなわちみんなが自分なりの現実に生きている。ただその生きている現実の中での現も無限である。どうしてせなきゃいけないかというと、ある出来事が起こったのにカタルシスによって完全に物語が変わっていく。同じの物語語るのはごく少ない。 100% 同じ物語語る人はいない。つまりそれは違った現実ということ。もし生きている現実をギッタの現みたいに想像すると、自分のフォーカスや感情思考によって自分の弦が決まって、0度高いや0度低い弦はその感情の質によって決まって、愛などの感情はとにかく高いと言っても過言でもないし、逆に羞恥感などは一番低いって、特に現在その弦の入り替わりはかなり激しくなって丸々の集中しすぎる。逆に自分の可能性を他の弦から閉ざしてしまう。ポイントは大体の自己啓発というのは丸々のところに集中するではなく、あくまで全ての可能性を許すということ。そうすると自分が想像した以上のいい結果が出る可能性も高くなる。それは今度やってみて。